さあ皆さん始まりました。11月の6日、今が16時14分、いつも通りマーケットの分析やるんだけど、今日日経平均760円急騰ですね。まあほとんどの銘柄が上がってきた。特にハイテクグロース株が大幅にね、アメリカの金利低下を受けてから上げてきてるという中で、まあ全体的に稼ぎ時ですよね。ただし、年末に向けてまだ気をつけておかなくちゃいけない点もあるし、まあ、3区もね、一応日経平均形成してきたので、なので現状のマーケットの分析ですね。なんでこれ今上がってるのかであったり、今後の注意点、解説していきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞取ったり、実務経験はしっかりと積んできてるので、そこあたりを踏まえた上でこれからの話よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に力をつけたい、理論武装したいっていう方がいたら、検討してみてください。結構みんな稼げるようになってきてるんでね。よろしくお願いします。というわけで、さあやっていこうか、日経平均。まあ、760円ほど上がってくれてありがとう。ダブルボトムのネックラインですね。ここの高値ラインを抜けてきて、一旦一目の上限のラインですね。この緑のラインも抜けてきてるんですよ。で、パラボリック、このドットも日足の下の方に点灯して上昇トレンドを形成してるし、5日と25日のゴールデンクロスも形成。ストキャスティックスに関してはまだ、加熱気味のラインまで完璧に入ってるわけじゃないので、アッパーは残されています。で、RSI であったりとかね、MACD も上昇トレンドして切り上がってきてますからね。はい。で、今回、前話していたラインですね。RSI の上値抵抗ラインを、まあ、抜けてきてると。ここのライン。いうところで、まあ、日経平均強いよねっていう動きが、今日バチンって決まってきましたよね。で、今のね、形で言うと、パラボリック一目、あと MACD 3つのトレンドが上昇トレンドを形成してるんで強いんですけど、ただし、ちょっと3区形成してきてるんですよね。要は窓を3つ。ここに空間が空いてると思うんですけど、これが1つ、2つ、3つ形成してるんですよね。で、3区形成後の今日、よりからのちょっと少しした下落、ちょっとした下落とか入るか入らないかってとこ見てたんだけども、まあそれ打ちのけてね、まあ上の方に上がってきてくれてるっていうところはでかいですよね。で、現状の日経平均の理論値を確認してもらうと、PR15 倍の理論値ですね。32,360 円を抜けてきていて、今 PR15.5 倍の理論値、33,438 円まで上がってきてるって感じです。まあ、ただね、ここに関しても上がってくることで分かったんでね、超簡単でしたね。僕のチャンネル見てる人だったら、もうなんで上がってきてるのかっていうの分かってるし、今日ね、750円、60円上がった理由に関しても、しっかりと理論武装が進んでるんで分かってるんですよ。はい。もともとね、やっぱし、今回結構ね、うまくいってると思う。この上げ、この上げから下げ、上げに関しても予想通りやし、ここもね、例のあのサインが、下落トレンド形成したんで下がって、ここの上がったタイミングをぴったし、こう、ドンピシャでね、上がってるんだ、当たってるんだけど、まあ、ここまで来るとね、本当にやりやすいですよね。あとは、年末に向かって警戒するだけ。一応ね、今後想定しているラインに関しては、こんな形。まあ、11月相場は、まあ、比較的強い動きをして、まあ、12月ぐらいかな、そこからちょっとね、また下がってくることを想定しながらやっていく。なので、売り上がっていきましょう。で、持ち越す分は持ち越す。長期の資産とかね。で、短期の部分に関しては少しずつ実利を吐き出しながら、残りの2ヶ月から年末に向かってポジションを取っていった方がいいんじゃないかっていうのは、皆さんに言った通りです。なんでかっていうと、日経平均は6月7月高値だからですね。6月7月高値。そこから半年後は年末年始なんですよ。で、今の構造的に、まあ日本株市場の構造的な問題として挙げられるのが、信用取引で買ってる人がめちゃめちゃ多いっていうところですね。で、明日最新のデータ出てくるんだけども、異常に多いんですよ。で、6月、7月吸った金で、今、ボトムを張って若干切り返してる銘柄っていうのが結構あると思うんだけど、そういった銘柄が、まあ、需給もし悪いんだったら、年末にももう一回ね、ちょっとその損益通算に伴った売りとか出てくるかもしれないっていうところを意識しないといけない。なんでかっていうと、信用取引で買った人たちは、半年後には必ず売らないといけないんですよ。6月、7月高値だったら、半年後は年末年始なんですよね。ここに税制上の売りが被ってくるわけじゃないですか。損益通算ですね。なので、投げ売りと、最後の投げ売りと税制上の売りが12月相場は出やすいと思ってるから、そこに関しては、やっぱりその意識してみておかなければいけないのかなっていう感じがする。もちろんね、日経平均がここの高値奪回したならば、
含み損を変えてる人がね、もういなくなってんじゃないのっていう意見も出てはいるんだけども、ただ、個別銘柄で見ると、6月、7月高値で、まだ全然その高値まで追いついてない銘柄なんていっぱいありますからね。今の時代。なので、それに関しては個別対応で、バーゲンセールを狙いに行くっていう感じかな。年末もうワンチャンスね、買いのタイミングがあるんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、で、それがなぜなのかっていうと、想定しているのが、2022年、2018年相場だからですね。はい、去年も一旦、まあ、8月9月天井をつけて10月に向かって下がってって、その後11月相場強かったんですよ。ただ12月の末に一気にストーンって下がってるんですよね。これメジャー S 九州に被ってるんだけど、はい、でその後 V 字回復でしょ。ボトムつけたのは年末年始ですよ。ここあたりで買ってたらめちゃめちゃ儲かったのが、まあ、去年から今年の頭の相場ですよね。じゃあ2018年はどうだったの。2018年。ここも急落してるんですよ。ここがアメリカと中国の米中貿易戦争。まあ、これがね、発生した時なんだけど、11月高値取って、その後12月相場弱くて、年末年始にボトムをつけて大幅に上昇している。この流れですね。投げ売りが加速したんですよ。なんでかっていうと、もちろん地合い的な悪さっていうのもありましたよ。あったんだけども、2018年と2022年は、今年同様、信用の改ざんが、大量に入ってたんですね。信用の買いが。で、そのデータを見てもらいたいので、日照合計の信用倍率もいつも通りです。出すんだけども、これですね。これマーケット全体で信用買いと信用の売りがどれだけ入っているのか、金額ベースで表したデータです。10月の27日の週、信用の売り算は7489億入ってるんですね。で、信用の買い算が4兆円入ってるんですよ。これ異常値です。ここまで積み上がった、需給は見たことがないぐらいです。売りよりも買いの方が 5.35 倍多いっていう状況。この信用の買いが年末に向かって溜まってるっていう状況が継続すると年末に下がりやすいっていう傾向があるんですよ。だから去年も年半ばに年末安になる可能性があるから、みんなそこに関しては注意しておきましょうっていうのを去年も話してるんだけど、年半ばぐらいにね。で、その通りになったんですよ。2022年相場。なんでかっていうと、2018年相場をしっかりと経験して、最後年末年始、なんで急落したのかっていうのを研究したからですね。で、そこと大きく関わってたのが、やっぱしこの西洋の改ざんが大きく積み上がってたっていうところ。信用の買いが入ってると、やっぱし、投げ売りが入りやすいですね。そこに税制上の売りが入ってくる、被さってくるっていうところで、何かしらその悪材料が出てくると、一気にこう下の方に材料されて売り仕掛けが入ってしまうっていう可能性が十分考えられるから、なので僕は、今の日経平均上がってるんだけれども油断せずに売り上がっていきましょうっていうふうには言ってます。もちろん 100% っていうのは言えないんだけど、サブシナリオで年末高っていうのはもちろん描いてはいるんだけども、僕はやっぱり期待値が少し高めに存在してるならば、年末に向かってね、やっぱし年越しいい形で年末迎えたいじゃないですか。なのでしっかりと実利を吐き出しながら、今の段階でもう損益通算をしていく。まあ、11月末にもう終わらせるぐらいの感じで。もう12月、みんな12月にやり始めるんで、損益通算。個人投資家だけじゃなくて、証券会社もそうですよ。証券会社って損益通算っていう風に、なイベントがあると、お客さんにこれ売りましょう。一旦損益通算なんでって言いやすいんですよ。特に、例えばその投資信託とか。はい、そういったものも言えるんですよね。なんでかっていうと、投資信託っていうのは、もともと長期運用が主体なわけですよ。目的なわけですよ。なので、短期売買であったりとか、手数料稼ぎはダメだよっていうふうに言われてるんだけども、こと年末、損益通算に関してはお客さんの意向がちゃんと確認できたら、結構ね、やりやすい、まあ、できやすいんですよね。そういうところもひっくるめて、やっぱり年末に向かって、みんな大渋滞で損益通算、損益通算、損益通算って入ってくる可能性があるから、やったら僕たちは1ヶ月前に終わらせておこうって感じですね。前もって、上がってるうちに損益通算した方が得でしょ？うん。なので、そこあたりは皆さん、しっかりと認識しておいてほしいなっていうところではあるかな。うん。で、PR16 倍のちなみにラインまで日経平均上がるようなことがあるなら、34,500円ですね。これ先週の時点のデータなんですけど、そこもし PR16 倍のラインまで上がったら、一旦その天井近辺なんで、手締まりっていうか、まあ、売りの手を少しずつ入れてた方がいいよねっていうレベルではあるかな。じゃあそこあたりの解説も、もうちょっとしていきたいと思うんだけども、まず見ていくのが日経平均の理論値ですね。はい、ここ。11月の2日。先週ですね。今日のデータまだ出てないんで、
この時の日経平均の一株当たり利益が 2157.32 円まで急騰したんですよ。 3.83% 上昇です、前日比。大きく一株当たり利益が今決算シーズンなので企業は稼いだんでバチーンって上がってるんですね。で、この結果何が起こったのかっていうと、さっき言った理論値の上方修正、それが大幅に入りましたと。はい、さっきの2157円ぐらいに PR15 をかけてもらうと 32,360 円という理論値が出てくるんですね。で、 PR15.5 倍をかけてもらうと 33,438 円。これがさっき日経平均に書いているこのデータのラインです。はい、このラインですね。まあ、こういった形で理論値求めるんだけども、で、 PR16 倍が 34,517 円です。これ前日と比べてもらうと1200円ぐらい大きく切り上がってるの分かりますかね。ここ31,165円だったのが、はい、先週32,360円まで大幅に理論値がシフトアップしたんですね。1200円も。なので異常値発生したんでアルゴが反応して上の方に日経平均ぶち上げてったっていう風に考えるのが一番ね、やっぱり考えられるケースかな。はい、なのでこれ PR15.5 倍のライン今ここなんですけど、先週、まあ、以前まではこの 15.5 倍のラインがここの PR15 倍のラインだったんですよ。一個ずつ基準値がシフトアップしてるんですね。なので目先の割高感が修正されたので日経平均が大きく上がってきたねっていう状況になってるっていうのは押さえておいてほしい。で、このデータをつけるときは必ず PR11、12、13、14、15、まあ16倍までのレンジで取ってほしい。なんでかっていうと、これ意識づけですね。はい。要は日経平均っていうのは過去の推移を見てみると大体 PR11 倍から16倍のレンジ内での動きなんですよ。 PR11 倍まで下がったら大体買い出動、 PR16 倍までいったら利益確定売りを入れていく、まあ、買いをストップしてっていう風に考えるのが一般的な考え方、僕の経験則なんですね。もちろん異常値はあったけれども大体これの範囲内で、コロナショック以降にトレードを始めた人っていうのはここが異常な数値を示したんでピンとこない人いると思うんですよ。あの時にコロナショックの時 PR11 倍大きく下回ったやんか、16倍大きくね、上回ったやんかとか、まあいろいろとね、思うところある人はいると思うんですけども、ただ基本的にはこのレンジ内だっていうところを覚えておいてほしい。いや、もうノーマルになったんでね。はい。異常値だったんで、コロナショックの時は。なので、僕は PR11 から16倍のレンジ内をしっかりと取って、まあ、最悪のケースと最高のケースを意識して、トレードしてるって感じかな。なので、この PR16 倍にタッチしたラインで、僕は、買いの手をストップして、逆に売りを進めてましたからね。はい。それも、その当時、ライブでも言ってたし、X でもザラバ中にポストしてました。売りましたっていうのは。はい。そんな感じですね。で、じゃあ、今日経平均上がってるけど、目先の過熱感はどうなのっていうところも確認しましょう。若干過熱感はね、増えてきてる。はい。今日のデータ、11月6日、これ、騰落レシオっていうデータなんですけど、これは日中値上がり銘柄数と値下がり銘柄数から求められる指標であって、120を超えると過熱気味、80を下回ると売られすぎなんですよ。で、一番重要なのがやっぱし長期、25日ラインが120を超えてるか80下回ってるかってところなんだけども、一応ね、これ10日と6日の分に関しては120を超えてきてて、短期の分は200超えてるんですよね。なので、目先過熱感は少しずつ増してきてるよね。ただ、ここはまあフラットだよねっていう状況ではあるかな。状況ではあるかな。まあそこあたりはもうちょっとその様子見ながらでいいと思う。日経平均今のところまだね、下げてくるような兆しがないので、明日以降もね、上がってきてくれると楽しみだな。ただ、6日の分が200超えてるから、個別銘柄ごとに言うとちょっと利益確定売りが出やすいかもしれないね。そういった形で認識しててもらえたらなっていうふうには思います。じゃあ、ここあたりをひっくるめて今日の日経平均の上下に寄与した銘柄どこだったのか確認しましょう。はい。上昇強度1位、アドバンテスト 8% 急進。日経平均1銘柄だけで 85.78%、78円押し上げたと。で、その下にファストリ、東京エレク、KDDI、TDK。ここあたりが上昇強度トップ5。ハイテク系強いですね。で、逆に売られてるのが、アステラス製薬であったり、レーザーテックであったり、川崎線であったり、花王であったり、大塚ホールディングス。まあ、ここあたりが大幅に、まあ、下げてしまってるっていうところなんですよ。ハイテク強くて、ちょっとね、決算で下がってる銘柄がまた出てきてるっていう形ではあるかな。じゃあそこあたりもひっくるめて、まあ、状況を見ていこうと思うんだけども、はい。海運株がね、大暴落してるんですよね。これ、決算の
反応ですね。川崎汽船なんだけど、川崎汽船に関しては、コンテナのところが予想以上に悪化するんじゃないか、収益っていうところが、決算のところ出てきてて、それが原因で下がってるみたいですね。はい。今日ね、場中に発表されたんだけども、一応ね、売上高の見通しに関しては、9000億円から9300億円に上方修正したんだけども、一方、コンテナ船事業では想定以上の市況悪化が見込まれるとし、同事業の経営損益予想を下方修正入れてきたんですよ。その結果、川崎汽船急落、日本郵船であったり、商船未遂、同業他社の方が売られてしまってるっていう形かな。急落は3日までですね。3日目、4日目に自立判別が入りやすいっていうところを押さえておきましょう。で、金利がアメリカの方低下してきたので、アメリカもね、ハイテク強いんですよね。ハイテクグロースが。なので、中小型株であったりとか、ハイテク株、グロース株の方に資金が向かって、アドバンテストは決算後急落したんだけども、そこから V 字回復。東京エレクトロも高い。村田製作所も、上昇基調。はい。ファナックも5.32%上昇ですね。5.32%。いい感じだね。で、キーエースもね、ギューンって上がってきて、上昇方向にバンド置く中。はい。いい感じになってきましたよね。M3 とかも上がってきてるしね。うん。いい感じになってきましたよね。見た感じで。で、円高ぶれたんだけども、さすがに日経平均上がったんで、トヨタ自動車に関しても3%上げて感じかな。そこまで懸念することはなかったね。うん、ここに関してはね。はい。需給回ってるんで、いい感じでここもね、上がってきてて。ハイテク系が特にかく強いですよね。ただね、やっぱみんなね、高値を取ってきてるかっていうと、一旦ボトム取って帰ってきただけだから。これもほら、7月高値でしょ？ 6 月、7月。で、キーエースも6月、7月高値までまだ戻ってないじゃないですか。戻ってきたとしても、最終また12月一旦押すと思うんだよね。どこまで押すかなんだけど、一旦投げ売りっていうか、ここで掴んでた人が、もうギブアップみたいな感じで、売ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。もうみんな損益、もう売ってるってわけじゃないからね。投げて。持ってる、ここの高値掴みしてる人は、持ってる人はずっと持ってるんで、ギリギリまで、売らないですから。損失って皆さんわかる通り、一旦抱えてしまうと、売るに売れないじゃないですか。それってあんまりいいことじゃないんだけどね。はい。もう下げてくることを意識して、買い下がっていくつもりだったからってところで、下げてるんやったら、別に構わないんだけども、想定外の下げが入ってから、もう下げちゃうとさ、やっぱみんな売るに売れないからね。ついですよね。全体的にとりあえず強い。一部銘柄を除いてねっていう感じかな。レーザーテックは逆にね、売られちゃったけど、1.78%。これ残念だったね。残念だったね。でも他のところが大幅に上昇してるんで、いい感じなんじゃないかなって感じですね。もう全部当て切ったからね、今回ね。あと年末当て切ったらパーフェクトですよ、日経平均の値動きは。下げてほしくないけどね、最後の予想はね、外れてほしいけど、個人的には。個人的には外れてほしいけど。で、今さっき言った通り、日経平均、今、日本株決算シーズンなわけじゃないですか。まだまだ続々とね、決算出てくるし、ソフトバンクグループの決算もうそろそろね、近づいてきてるんだけども、この理論値に関しても、まだ情報修正の余地っていうのはあるんですよ。さっき言った日経平均の1株当たり利益が切り上がってくると、またね、理論値がまたプッシュアップして、目先の割高感っていうところが是正されてくるから、もうちょっとね、日経平均上がりやすくなるんですよ。で、さっきのね、理論値のところに関しても、実は押さえておかなくちゃいけない、アルゴが入りやすいポイントっていうのがあるので、そこに関しては今回メンバーシップで、はい、公開してますから、ゲストメンバーさんを見れるような形になってるから、メンバーさんはね、そこ関連動画ちょっと確認しとってほしいかなっていうふうには思いますと。はい。じゃあ次、トピックス。どうだったの？ 1.64% 上昇。全体と比べるとそこまで上がんなかったよね。ただ、ダブルボトムのネックラインかな。はい。そこを修正してから上がってきてるっていう感じです。ストキャ、RSI、MACD、ストキャだけ、加熱のライン足突っ込んでるのは、まだ、ここも、ここの高値ラインを抜けてきたので、もうちょっと上がってきてくれたらなって思って見てます。僕も。で、マザーズ。はい。ここ4.38%上昇ですね。アメリカの金利下がったんで。で、日本の10年債利回りも大幅に低下。0.8072%まで下がったんで、やっぱ余計ね、グロース株が動きましたよね。で、アメリカの金利はちなみにどういった状態なのかっていうと、2年債利回り、5年債利回り、10年債利回り、20年債利回り、全体的に低下。アメリカの雇用統計が予想以上に悪くて、15万人。失業率も、3.9%、
だったっけ、まあ、あの前月と比べると、3.8 か9だったと思うんだけど、前月と比べるとね、失業率も悪化したっていうところで、利上げ論が公開、利上げ論がもう停止論が後退、逆に利下げの確率がちょっと1ヶ月ぐらい前倒しされてきてるんですよ。そこは受けて、アメリカの金利も低下したんで、グロース株が強いって感じだよね。あ、ちなみにその WTI 原油は 81.28 ドルまで下がってきたのも、これもポジティブ。これもポジティブ。はい。じゃあ次、見ていきましょうか。で、日本株全体ちょっと見たんだけども、他のところも見なくちゃいけないのが、まずドル円。149円の50銭台まで、今若干円高っていうか、まあ、ドル円が下落してる形なんですよね。このライン割ってきてんだけどね。このライン意識されてると思うんで、さらに下げてくるかどうかなんだけど、ただその関係でドル建ての日経平均に関しては200日ラインを今日超えてきてるんですよ。これ何なのかっていうと、ドルベースと日経平均。日経平均割ることのドル円ですね。ファースト変動リスクを考慮した日経平均はこれ。で、海外投資家見てる日経平均はこれなんだけども、直近ここあたり海外投資家買ってるんですよ。で、先物売り仕掛けてるんですよ。先物売り、現物買いっていうのが出てる。要は先物で日本株を切り崩して、自分たちは安いところで現物を買ってると、現金で。日本株を。そういった手口が見て取れてたんですよね。で、そういったものが出てくると、日本株上がりやすい可能性あるよねって話を前からしていて、その通りの動きになってきたんだけども、で、そこで見てほしいのが、さっきのもう一回 Excel のデータ開きましょう。投資主体別売買動向。次の木曜日、海外勢が大きく買ってるかどうかだよね。10月の27日の週、海外投資家は日本株を594億買ってるんですよ。で、個人も買い、信託銀行も買い。まあ、投資信託に関しては少し売ってるだけで、証券事故は4週連続で大きく売り越しですね。で、ここの海外勢なんだけど、これ594億売ってるんだけども、先物と差し引きすると、だいたい6000億円ぐらいの売り越しなんですよ。先物で6000数百億売ってて、現金では買ってる。ここあたり5000億、4000億買ってるじゃないですか。まあ、ここちょっと売ってるけど、先物の売り仕掛けに対して、自分たちはポジション取ってきてるっていうのが見て取れるから、ここはね、10月相場を狙って、ね、で、海外勢が安いところ買いに来てたっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。ただし、その反面売ってたのが証券事故。これは、空売りが大幅に、今マーケットから減ったので、証券事故は売ってきてるっていう感じです。はい。で、証券事故のデータ見てもらうと、8月の10日の週から、9月の29日の週まで連続して毎週買ってたんですよ、大口で。で、10月の6日の週に、ドーンと売ってるじゃないですか、1兆円以上。1兆1000億かな。で、変化が出てきたのは9月の29日の週から。その前日までは7453億、5493億の買いだったのが、875億の買いに下落変更してるんですよ。下がってるんですよ。まずここを見てほしい。で、もう一箇所。4月の21日の週から6月の末に向かって。ここも海外、証券事故は大量に日本株を毎週のごとく買ってきたんですね。で、もう一箇所。1月の27日の週から3月の10日の週、ここも毎週のごとく買ってきた。最終1兆4460億、6億か、買ってるんですよ。日本株を大量に。なぜなのかっていうと、この時期に空売りが急増してたからです。はい。1月の21日の週から見るんだけども、ここあたりかな？はい。見てほしいんだけども、6000億、8000億、9000億、1兆円って形で日常の売り算が、この時期って急増してるんですよ。もう一箇所。4月の21日の週から6月の末の週。6000億、8000億、9000億、1兆。これ異常値ですね。売りがものすごい多い試合だったと。はい。ここを見て、証券事故が毎週ね、断続的に買ってきてるねっていうのは、もう何ヶ月も前から、もう今年の初めぐらいからずっと言い続けてるんですよ。この傾向が出始めてから。最近もずっと言ってますよね。最近、8月10日から、9月の22日の週見てほしいんだけど、ここの週も8000億、9000億、9887億という形で信用の売りがこの時期も増えてたんですね。これを見て証券事故は何を考えたのかっていうと、マーケット全体に空売りめちゃめちゃ多いな、こいつらワンチャンぶっ潰したら空売りの買い戻しが発動して日経平均大きく上がるんじゃないか、だったら俺たちは買いをバン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 入れてこいつら焼きに来てやろうっていうところで、証券事故は買いの手入れてきたのかなっていうふうには思う。
ただし、9月の29日の週から、売りが極端に減ったんですね。7208億に。で、6000億円台まで一旦下がって7000億が続いてると。売りが極端に減った段階で、証券塾は買いの手を緩めて、売りの手を入れ始めたっていうのが、今年の傾向ですよね。証券塾の。はい。この傾向が見て取れてるっていうところで、結構ね、読みやすいところはあったかな。だからね、今回の日経平均の上下波動に関しては全部当て切ったからね。ね、みんなに喜んでもらえたかなと思って、すごい当たってよかったなっていうふうに思ってんだけど、はい。今回のこの上下波動めっちゃ楽勝でした。楽勝でした。僕のテクニックを知ってれば。何なのかっていうと、この全部の急騰急落局面においては、ビックス指数が起点です。ビックス指数。これアメリカの市場のファン心理を表す恐怖指数なんだけども、はい。機関投資家がオプションでヘッジをかければかけるほど、ビックスは上がって株は急落なんですね。逆にビックスが下がると株は上がりやすい。っていう傾向がある。で、すべてのトレンドの起点は、ビックスの MACD のトレンド転換。これは、僕がチャンネル解説してもう3年以上経つんだけど、もう最初の頃からずーっと言ってるテクニックですね。ビックストレード。8月25日、9月20日、10月10日、10月19日、3月31日。10月31日ですね。このタイミングでビックス、デッドクロス、ゴールデンクロス、デッドクロス、ゴールデンクロス、デッドクロス形成してるんだけど、ビックスのマックにゴールデンクロス形成は、急落の、その後急落しやすい確率が高まる。で、ビックスのマックにデッドクロス形成は、その後上昇しやすいっていう気象があるんですよ。覚えてください。この日付をね。じゃあ、これを日経平均にプロットするとどうなるのかっていうと、もう一致ですよ。一致。8月の25日、そこから日経平均上昇。9月の20日、ビックスのマックにゴールデンクロス形成で急落。10月10日、デッドクロス形成で上昇。10月19日、ゴールデンクロス形成で下落。11月の1日かな。はい。ビックスのマックにデッドクロス形成して、そこから上昇。全部一致してる。だから僕はこれ見て、買って、売って、買って、ここあたりも買ってんだけどね、実はね。で、ここでも買って、で、ここ中東情勢でドーンって下がったんだけども、まあ、ポジション一旦軽くして、ここでも買ってます。これね、11月1日にもう買ってるんだけど、実際買ってるのもここあたりでから買い始めてたんですよね。これもそのライブで、皆さんにリアルタイムで話していたところです。X でも買ってるよって言ったし。欲しい銘柄が安くなったんで、拾いに行ってる。だからね、ここのね、V 字に関しては、はい、丸々取れてます。っていうところでね、すごい良かった。で、このビッグ数のトレードに関しては、もう習得しきってる人が結構うちのチャンネル経由で多いと思うので、もしかすると、それで感応度が結構高まってるのかもしんないね。なんだかんだ言って、ね、もう13万人ぐらいチャンネル登録者数だし、見てる人全体のパイで言うと相当いると思うから、登録してない人も見てるからね。絶対。まあって感じだよ。相当来てんね、これはっていう感じかな。はい。簡単だね。簡単だったね。なんで、あとは気をつけておかなくちゃいけないのが、年末安。ワンチャンここあたりから下がってくるかもな。ここの軌道に関しては随時訂正はしてます。今回、理論値が上に引き上がったんで、ここは 15.5 倍だったんだけど、前はね、こんな形で 15.5 倍まで上がって、また下がるんじゃないかって予想だったところから、理論値が大きく引き上がったんで、ここのね、ちょっと修正かけてこっちにしてるんですよ、今。で、ここがどうなるかっていうのは、まだ、どうなるかわかんないんだけど、どういった谷を作るかはね。ただ一つ、警戒しておかないといけないのが、来月ってメジャー S 九州なんですよ。要は先物の期日の入れ替えが大量に発生する月がメジャー S 九州で3、6、9、12月なんだけど、その S 九州に向かってビックスのマックリゴールデンクロス形成をしたまんま突っ込んでくると、それ以降ちょっと荒れやすいっていうテクニックっていうか期待値があるので、そこは注意。去年もそうだったんですよね。ビックスの2022年末、ここあたりかな、はい、ビックスのマックリーがここ12月の6日でゴールデンクロス形成して下落のスイッチが入ってたんですよ。で、12月の6日すぐに下がったんじゃないんですよね、実はね。はい。実
は去年に関しては12月の6日ぐらいまではまだ下がってはいるんだけども、そこから一旦下がって、そこが切り返して下がってきたのが12月の14日ぐらいなんですよ。何なのかっていうと S 級賞です。ビックスのマックディゴールデンクロス形成を維持したまま S 九州に突っ込むと、その S 九州大荒れするよっていう期待値があるので、詳しくは下の動画を最後まで見てもらったら画面にねサムネイルが4枚バーン出てくるから、そのうちの爆撃戦略3っていうタイトルの動画見ておいてほしいんだけども、そういった、いや、そのパターン、テクニカル的な、その期待的なパターンが出てくると年末安その後なりやすいから、過度に上値を期待するんじゃなくて、やっぱ実利を吐き出しながら、最終投げ売りであったり、税制上の売りに備えておいた方がいいよねっていう感じかな。たださっきも言った通り、年末もしそういった形でドーンって去年とか、2018年みたいに下がってくるんやったら、そのタイミングはバーゲンセール状態の可能性もあるので、個別銘柄ごとに投げ売られてる銘柄を買いに行くのは、OK だと思う。やっぱ高値からの半年期日って、その後需給改善期待で変わりやすい銘柄とか結構出てくると思うから。はい、結構そこを拾ってから美味しい思いしてたんですよね。2018年もそうだし、その時はまあ証券マンだったからさ、お客さんにボトムで年末年始損失算のところあたりで東京エレクトロンとか買ってもらってね、ドーンってその後 V 字回復になってるんだけど、要はその適正価格よりも 10%20% オフで下がっていた銘柄がさらに投げ売られて 30%40% オフになるかもしれないね。だから要はその投げ売られた銘柄、投げ売られたところっていうのは、いや、税制上の売りであったり、信用の投げ売りっていうのは、バリエーションを度外した売りになるんで、そこで、やっぱし投げ終わった後、安いところで叩き売られた、売ったところを買いたいよね。やっぱしね、株はね、安く買って高く売るが王道だから、高く買って高く売るじゃないと思うんですよね。まだやっぱし、注目されてないところを安く買って、高く売却するっていうのが、やっぱし、王道だと思うんですよ。だからね、松野も相場っていうのが、相場格言としてあると思うんだけども、で、やっぱしね、自分で分析して、安いと思って買ったやつが、さらに下掘ったならば、よっしゃ、もっと割安になったで、やったらまた買おうかなっていう形で、まあ、買いに行くことも一応できるわけじゃないですか。そこにこう、なんていうかな、配当利回りが高いっていうのがセットについてくると、さらにね、買いやすくなると思うんだけども、なので、銘柄選別ってところはしっかりとやってもらった方がいいのかなっていう感じがします。はい。そんな感じですね。じゃあその他のところ見ていきましょう。 NS 倍率、日経平均割ることの S&P500、 これ何なのかっていうと、上がると日本株優位で、下落すると米国株が優位です。 S&P500 はね、でこれ上がってきてるんで、今米国株よりも日本株の方が優位性は高いよねっていう動きが目先出てきてるよっていうのは押さえておいてほしいかな。で中国市場も上がってきていて、今ね、1.7% 上がってきてるんですよ。で、10月に、なんかさっきね、記事見たんですけど、海外勢は日本株を大量に売却してたよねっていうのが、いくやったっけな、30億ドル?なんか、そんな感じの記事が確か、流れてましたね。ただそこから、日本株から中国株に、シフトチェンジしたよっていうヘッジファンドとかも出てきてはいたんですよ。ニュースが出てた。この前、X でポストしたけど。まあでもね、日本株上がってきてるからね、嬉しいですよね。まあ中国株も上がってきてるのはポジティブ。で、深圳総合指数、中国版のナスダックも上がってきてるし、香港ハンセンも上昇でしょ?で、ユーロストック50も今 V 字回復で5日と25日のゴールデンクロス形成が入りそうです。で、ビットコインに関しては下落基調です。おーっと、いい感じだね。リートは今上げ基調。ちなみにアメリカと日本のね、そのね。で、あとはその、直近やっぱしリスクオフが形成されてたんで、その時の必須条項、まあ、7項目ってあったじゃないですか。リスクオフの状況はどういった状況なのかっていうのは、7つの項目にどれだけ該当してるかどうかってとこなんだけども、1つ目が安定資産である金であったりとか債券に資金が流入して、あとはそのデジタルゴールである、である仮想通貨にも資金が流れやすいってところ。有事の円買い、ドクターカッパ同先物が売られている。ビックスのマックリーゴールデンクロス形成で株の急落。この7項目を持ってリスクオフなんですよね。で、今ビットコインが、要はそのデジタルゴールドが買われてたところから若干ね、やっぱし頭取ってから下げやすそうな、いや、ボリバの地方線25日前の軌道修正が入りそうなバンドウォーク終了後の動きになり始めてる。で、もう一つの安定資産である金、ゴールド。ここに関しても1984ドルで、
ちょっとね、やっぱしその詐欺師匠なんだよね。アメリカの金利が下がってて、ドル指数も下がってるのに、ゴールドは上がってないんですよ。通常この2つが下がると、ゴールドって上がりやすいんだけども、それが今下落してきてるんですね。ちょっとね、感濃度が鈍いなって感じがするよね。上げに対する感濃度が入ってないな、通常だったら上げやすいはずなのに逆に下がってきてるなところで、上値がちょっと重たくなってきてるっていう印象を受ける。で、どう先物に関しても中国マーケットがぐっと上がってるので、今上昇気象なんですね。少し上がってきてるんですよね、ドクターカッポも。で、有事の債券に資金がシフトして円もちょっと買われてるっていうところはあるんだけども、ビックスとマックディ、デッドクロス、ゴールデンクロスからデッドクロスに切り替わって株も上がってきてるところから、リスクオフの状況をトータルで考えるならば、まあほぼもう解除されてるような状況であるという、そういった形ですね。まあ逆回転がちょっと起こり始めてるんでね。はい、そんな形ですね。なので現状のマーケットの動きを分析したんですけども、一言で言うなら予想通りやったぜ、おっしゃって感じですね。これでね、一人でも僕のチャンネル動画見てる人が利益に、まあ、含み損抱えてる人がでプラスに回ってくれてたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、ただ年末に向かってはまだ下げてくる可能性、期待値があるので、戦略としては11月末に向かって損益通算をしっかりやるっていうのところと、まあ、11月末にまあ損益通算を最初やるってでもいいかな。まあ、上げた時にやるってところですよ。ところと、あとはその売り上がっていくってところ。実利を吐き出しながらワンチャン来るかもしれない年末安に備えて、要はしっかりと、まあ、売っていく。実利を吐き出していく。やっぱ PR15.5 倍まで上がるかもしれないって言っても、ここのライン結構高いからね。ラインで言うと。はい。ただ、理論値が切り上がった場合は、それに、もう少し上の方にシフトアップするかもしれないけどね。と、あとその、ワンチャン来るかもしれない年末のバーゲンセール。はい。最終的な投げ売り。最終休日、6月、7月の。そこに向かって、キャッシュを、一部確保しておく。で、年末じゃなくて、まあ、損益通算最終日じゃなくてもいいですよ。年初ぐらいに、狙ってる銘柄に向かって、買いを入れていく。損益通算最終日まで、もう売られると思うんで、で、損益通算過ぎた後って結局はもう年末だから、みんなやっぱりそのトレードしないっすよね。換算相場になるから。なので、まあ、年初からやってもいいし、まあ、とりあえずタイミング見ながらかな。そこに関しては。そんな感じですね。やってもらえたらと思います。なので、また動くやったらすぐに YouTube であったり、Twitter、X で情報配信していくので、最後に僕のチャンネル登録と、あと X のフォロー。こっち必ずしとってください。何かあったらこっちでそこを出すので、YouTube 遅いですよ。ザラバ中に僕つぶやいたりしてますから、売った、買った、うんぬんかんぬん、自分がね、銘柄とかは言ってないけど、はい、なんか嫌な気分がするんでとか、そういったことをコメントしてるのはこっちですから、まだフォローしてない人がいたら、こっちの方フォローしとってほしいんだけども、あと22時から、毎晩ね、ライブ配信してるので、今晩もやる予定です。皆さんよかったら僕のチャンネルにまた集合でよろしくお願いします。あとメンバーシップ検討してる人がいたら、まあ、そちらも検討してみてくだ、見てください。もうオクトレとかね、出てきてるし、はい、数十万、数百万稼いだ、数千万稼いだって人ももうザラに出てきますからね。夜のライブのね、メンバーさんのコメントとか見てもらったらわかると思うんだけども、着実に皆さん力がついて、インプットできた後に自分でアウトプットして経験値を積み重ねていけてるんで、まあそこあたりは、まあメンバーさんのコメントとかを信頼してもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。そんな感じです。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。撤収！